今回は囲碁 AI のリーダーゼロの4子局を見ていきたいと思います。黒番が九段の方で、白番が囲碁 AI のリーダーゼロですね。では勝負どころとなった局面から見ていきたいと思います。ではこの局面から見ていきたいと思います。今現在の焦点はですね、ここまで黒の九段の方が冷静に打っていて、ほとんど悪手がなくて完璧な打ち筋で、形勢はどういうことになってるかというと、地合いはこんな感じで、まあ大体ほぼ地合いはこの通りかなと思うんですけど、形勢自体は黒地がはっきり20目ぐらい多くて、黒がはっきり優勢という局面ですね。それに加えて黒石は弱い石がないのに対して、白はですね、右辺のこの石が相当弱い石なので、地合いも20目黒が良くて、局面的にも楽しみが多い局面ですね。しかもここで黒番なので、黒が好きなところに打てるので相当有利な局面ですね。で、ここで黒の方が次に打った一手は、この上辺に角に打った一手でした。まあ、この手は、はっきり優勢を確信した手で、まあ、もう、右辺の白石が相当弱いんですけど、もう白石を攻めなくても、地で大きい手を打って、地合い勝負でいけるという、正確な形勢判断ですね。非常に形勢判断に明るい方かなと思います。ただですね、まあ、この手がやはりちょっと若干甘い手で、まあ、やはりここは白の右辺の石を攻める手が最善だったかなと思います。まあ、一例なんですけど、やはりこういうじっくり下がりを打って眼形を奪うのがいい手だったかなと思います。白としてはこの5子逃げ出さないといけませんので、まあ、次に何か手を抜いてこちらに封鎖されると、これはちょっとはっきり取られそうな形ですので、まあ、白としてはこういうふうに肩つきなどで逃げなければいけない形なんですね。ただ肩つきですと、やはりこういう出切りとか残ってて、まあ、白としてはこういう打ちたくない当てを打たないといけないですので、これはどんどん伸びてて黒がはっきり攻めていれば分かりやすい局面だったかなと思います。まあ、ただ、形勢がもうめちゃくちゃいいので20目以上いいので、攻めなくても勝てるという判断ですね。まあ、これは正しい判断ではあるんですけど、ただここからのですね、リーダーゼロの勝負手がめちゃくちゃすごかったですね。リーダーゼロはこちらに跳ねて、こちらにも跳ねて、次の一手すごい一手でしたね。普通はこういうとこ、もう相場的にはかけつぐ一手なんですけど、次に打った手はこちらではなくて、この挟みつけですね。これは勝負手ですね。はっきり勝負手で。まあ、実戦黒は繋いだんですけど、まあ、切る手が最強手なんですね、こちらに。で、この手には一応、こういう切り込みの筋を用意してて、一応白からこちらに当てていく手があるんですね。で、黒継ぐと、白こちらに継ぐというのが、まあ、白の目指してる図なんですけど、まあ、これ相当難しい形なんですけど、部分的には黒石いっぱいあるんで、切ってて、黒がやれてたかなと思います。まあ、こう打ってたらちょっとはっきり白が、まずそうな形なので、やれてたかなとは思います。黒が。まあ、ただ、まあ、変化が、多すぎる。ということで、白としてもこちらに継がないで、こっちに継ぐ手もあったりして、まあ、結構、黒がこちらに
切ると白こちらに伸びて、でこっちに伸びたりするとこういうふうに3子取られたりしてすぐ逆転、逆転というかすぐに潰れてしまうんですね。なので黒としてはこちらに2子取るぐらいなんですけど、一応こういうふうに捨て石にする手は最低限残りますので、まあ、こういう攻め取りなどで捨て石にされる手を嫌ったのかなと思いますね。まあ、白としてはこういうふうに捨て石にするのが狙いかなと思います。まあ、なのでちょっと反発してもあんまりうまくいかないという判断でおとなしく実戦はつなぎましたね。なのでこのハサミツケはすごい利かしになりました。でカケツイで、でアテを打って、そうですね、ここも勝負手ですね。まあ、ただここで生きるだけではもう勝てないという判断で勝負手ですね、コウにしました。でここにつけて、まあ、コウ争う手もあったと思うんですけども、黒の方ははっきり勝勢、そうですね、相当優勢だと思ってるので、すべて手堅く受けましたね。あと、この方はとても受けの上手い方で、まあ、どちらかというと攻めの方ではなくて、もうがっちり全部受け切るという棋風だと思うので、冷静に全部受けましたね。起き後の4子局ならこういう打ち方でも全然ありかなと思います。で、一応白はこちらに伸びることができて、これ部分的には白がうまくやりましたね。うまくしのぎました。そうですね、ここも、このコスミも効いてですね、次に上辺2子取る手が先手なので、普通はこういうとこ効くんですけど、まあ多分こういう読みだったと思うんですけど、ここで白が次に打った一手は、白の次の一手分かったらもうかなり強いかなと思います。白が次に打った一手はこちらのツケでしたね。まあ、ここツケられると狙いは分かるんですけど、そうですね、ここに目が行くというか、ここにやはり打てるのがやはり AI 強いですね。まあ、つい人間だとこういう受ける手から考えてしまうんですけど、こういう反発する手がすごいですね。で、これ黒に受けさせて切るのが筋で、これ例えば抱えてしまうとこちらにはみ出されて、コスんだ石が分断されてしまうので、これ何やってるかわからないので、黒としてもこちらに抱えるしかないんですけど、外から当てられて、そうですね、ここでまたコウの形になりましたね。黒は実戦切っていきました。黒実戦切ってコウの形になったんですけど、これ黒継ぐことはできないんですよね。継ぐと黒が潰れてしまって、白こちらに継ぐ手があって、黒がもしこちらに切ってしまうと、白こちらに切って伸びて、これ右上の黒石5子が全部取られてしまうんですね。このハサミつけた白石が復活して、これは黒が潰れですね。なので黒継ぐことができないんですね、こちらに。継ぐことができない。なので切るしかない。で、白は抜いて、で、ここはこう争うのはちょっと黒負担が重いので辛いんですけど、一線で渡りました。で、つないで次ですね。で、ここの上辺でも白がまた得をしました。なので差はちょっとずつ縮まっていますね。そうですね、ここもツケなんですよね。これ相場は本当に2子助け出すって結構でかい手なんで、そうですね、これでかい手ですし、種石ですし、根拠の要点なので、まあ、めちゃくちゃ2子
大事な石なんです。ですので、普通は受けるんですけど。手を抜きましたね。これやはり白形勢悪いということで、勝負手打ってるんですね。普通に受けてるようだと、この碁は勝てないということで、勝負手ですね。で、黒はあってから助け出しましたね。で、助ける手が隅に対して効いてるので、まあ、コスミで隅生きないといけないですね。で、黒は、この押しは白の4子を狙ってる手ですね。で、跳ねて、伸びて。このぶつかりも、絶妙な様子見でしたね。これ、黒がどっちに継ぐのかを聞いてるんですよね。こちらにつなげば一応白からこちらに割り込む手が残りますし、そうですね、どっちつなぐのかを聞いてるんですね。絶妙の様子見で。で、こちらにつなぎましたね。で、こちらにつないだので、白こちらに切る手があって、黒は取るしかないですね。で、これ白が先手を取ることができたんですね。先手で、まあ、黒は地で頑張ったので、白は先手でこの5子が連絡形ですね。で、ここに打ったんですけど、この5子はもう分断することができないですね。何かコスミのような手を打ってもこちらに当てが効いていて、石抜くことができるので、これ連絡してますね、はっきり。なので先手を取ることができました。で、黒は、そうですね、ここ覗きに打った局面で放置されていたので、出ましたね。普通はここ押さえるんですよね。絶対、押さえるんですけど、人間だったら。やはりここも形勢が苦しいということで、勝負手ですね。この押しもまた勝負手。だから、形勢が悪い時の寄せ方がとても参考になりますね。ディーラーゼロの。形勢が悪い時は、手を抜いて反発するのがいい手なんだな、ということですね。で、割り込んで。これなかなか突き破らせるっていう発想が、僕にはなかったので、とても勉強になりますね、この寄せ方は。で、切りを打って。まあ、黒、こちらに、外から当てましたね。で、この手の意味は、白から切る手がないということですね。切る手はない、ないですね。当てる手があるので。で、この当てが一本効いたとしても、まあ、一本当てが効けば、継ぐことできるんですけど、一応こちらに継ぐ手が黒からあって、で、白抑えられないので緩めるしかないんですね。で、緩めるしかないので、結局こちらに上辺突き破られてしまって、3子取っても突き破られてるので、これは白得してないんですね。この1子が助かってくる形ですので。なので、切る手はないということですね。まあ、ただ一応、ここも、外から当てていいかどうか結構難しいところで、こっちから、あえて当てるという手もあったかなと思います。これだと白絶対に継ぐので、先手取ってこちらに抱えるという打ち方もあったかなと思いますね。まあ、一応一旦ですね、先手取って、大きいところを打つか、後手でも2子を連絡しに行くかの、結構難しいところかなと思います。実戦は連絡する手を選びましたね。なので白に先手を取られて、こちらの大きい羽に白は回ることができました。そうですね、これが効いて、一応中央止まりましたね、これで。で、ここに挟みつけて、当てから伸びていきましたね。
まあ、これは一応、この1子は取れてる形ですね。まあ、例えば逃げても、一応逃げる手あるんですけど、こういうふうにどんどん出られて、もう抑え込まれてしまうんですね。で、仮に切ったとしても、これは黒にこちらに押さえて、白は下がって渡りを止めるんですけど、まあ、黒はこちらに押さえて、で、白取りに、まあ、こちらに出てれば、黒石助かってますので、これは白逃げ出しても全然得してない形なんですね。まあ、なので、逃げ出す手はないということで、こちらに打ちましたね。で、こちらに打って、例えば、まあ、なんか取ってもらって、こういうふうに打った方が地としてはだいぶ得なんですね、白としては。なので、こういう打ち方をしましたね、白は。で、切りを打って、当てまで聞いて、そうですね、こういうふうに打った方が下辺が白地になるので、白は下辺で地を増やしましたね。で、下辺は白地になりました。で、ここで黒は1子取って、白は切りを打って、当てを打って、こちらにつぎました。そうですね、この局面で一回形勢判断してみましょうか。で、この局面で形勢判断するとですね、なんと、もうすでに、これ白地4目半と出てるんですけど、まあ、正確に言うと半目勝負なんですね、この時点で。寄せの入り口の中盤の場面では黒地が20目以上多かった局面なんですけど、まあ、白の勝負手が全部成功しまして、少しずつ白は得していった結果、もうこの局面半目勝負なんですね。この局面半目勝負で、黒はもう一手のミスも許されない形勢なんですね、この局面が。で、次に黒が打った一手は、こちらに跳ねでした。で、この跳ねが結果的に敗着になりました。まあ、どういうことかというと、白を押さえて、で、この跳ねの意味をまず説明すると、結論から言うと黒の最善はこちらに繋いでる手だったんですね。で、何か手を抜くと、白からこちらに出を打って、こちらに切る、分断する手がありますね。これは黒が潰れてしまいますね。ここに打たれてしまうと。なので、結論から言うと、こちらに黒は繋がないといけないんですけど、まあ、これが最善だったんですけど、この跳ねの意味は実戦進行先に見ると、この跳ね継ぎで白から分断する手を黒は守ったんですね。まあ、どういう意味かというと、ここで白が分断してくると、こちらに放り込む手があって、で、当てて切る手があるので、跳ね継ぎで黒は分断する手を守ったんですね。ただ実戦、白から一回出て、この曲がりで、この切りの断点を守りましたね。で、この曲がりが効いてて、黒も一手戻らないといけないんですね。で、黒が後手を引いてしまって、実戦は一番大きな左下の切り取りの寄せに回られて、ここではっきり白が逆転しました。まあ、先ほどの時点で半目勝負だったので、まあ、後手引いて一番大きい寄せに回られたら、もうこれははっきり逆転ですね。で、黒何がいけなかったかというと、まあ、この図を覚えていてほしいんですけど、この図は黒が後手を引いて左下切り取りを
白が打った図なんですけど、まあ、どうして跳ねついたらいけないかというと、まあ、こちらに打つのが正解なんですけど、こちらに打っても白はこれ隅に対して白は受ける一手なんですね。こちらに対しても白としてはこちらに曲がる相場ですので、これは黒が先手でつながることができて、こちらの左下先手で黒が回ることができるんですね。で、曲がりで受けるかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあ、例えばこっちで受けるかもしれないんですけど、まあ、これは跳ね継ぎが一応効く形ですので、これ何か跳ね継ぎが受けになる形ですので、まあ、いずれにしても白としては何か受けてくれる形なんですね。なので分かりやすく説明すると、こちらに、まあ、受けぐらいが相場になるので、黒が先手で左下回れるということですね。で、もし仮に白が受ける手を省いてこちらに打つと、まあ、こちらに挟みつける手が成立してるんですね。これ白がこちらで分断するのはこの形ですし、なのでこれこちらに遮るよりないんですけど、こちらに跳ねられて押さえてもこちらにコスまれて、これはスペースが足りないんですよね、白の。この形をもっとわかりやすく殺しに行くなら、跳ねから当てを打って、で、白に継がせてこちらに差し込んで、これ白継ぐしかないので、で、こちらに下がってれば、これは五目中での形ですので、これわかりやすく死んでますね、五目中での形で。なので黒が跳ねた時に白の最善としては、一応こちらにつける筋はありますね。この形は黒からこちらに跳ねていれば、これはこうの形ですね。白こちらに打ってこうの形で、この図でも黒がやれますし、白としてはこちらに打って無条件で取ることはできないんですね。こちらに打って無条件で白生きれるように見えるんですけど、これだと無条件で白が死ぬんですね。こちらに繋いで黒を置いて一眼しかできないので、これ押さえても当てられて、これ一眼しかないので無条件で死にますね。なので黒としては一応こちらに跳ねたらこうになりますね。でこちらに跳ねたらこうになりますし、一応寄せで得する手として、この場合はですね、こちらでも黒勝ちなんですね。で、この手に対して白がもし仮にこちらに打つと、黒からつける手でこれ簡単に死にますので、白としてはこちらに押さえる手が妙手ですね。ただ一応黒からもこちらに放り込む寄せの手がありまして、で、ここで白が、例えば、ついでしまうと、やはりこちらに、黒から差し込まれて、これも、三目中手で無条件で死んでしまう形なんですね。なので、この放り込みに対しては抜くしかなくて、で、黒こちらに当てる手がありますね。白もこちらに、二子、ここで取るしかなくて、で、この三目取りを先手で黒は打てるんですね。三目取りが先手で打てて、で、黒こちらに回って、これは三目取りが先手で打てたので、これは黒が勝ちになるんですね。で、後にこの当たりも先手で効いてるので、隅は五目の地ですので、この三目取り先手で取れたことがでかくて黒がはっきり勝ちですね。左下切り取りに白、回ることができないので、黒としてはこちらに単に繋ぐのが最善手で、凍ってればまだチャンスのある碁でした。この碁はこの後しばらく打たれるんですけど、まあ、最終的には、
このような図になりまして、形勢が半目勝負だったんですけど、だいぶ開いてしまって、ちょっと足りないということで、白、中押し勝ちとなりました。なので、囲碁 AI の形勢が悪い時の寄せ方がとても参考になる対局だったかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。